おはようございます。いばきらモーニングのお時間です。番組を担当するのは私、学生パーソナリティの山口ゆかです。よろしくお願いします。今週からこの時間はいばきらモーニングとしてリニューアルしてお送りしています。始まって1週間、とても早かったですね。まだまだ不慣れなところもありますが、いばきらモーニングをどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の茨城県内のお天気をお伝えします。本日2月15日のお天気は、午前中は曇りですが、お昼前から夕方にかけて雨や雪が降るでしょう。日中の最高気温は6度になります。どんより曇っていますが、皆さん元気よく頑張りましょう。以上、お天気の情報でした。それでは本日の茨城新聞朝刊を見ていきましょう。本日の一面はこちらになります。イタコの51歳男性死亡、グアム殺傷、邦人犠牲3人にと、桜川市議会協議入り了承、新中核病院県の新提案受け、そして北朝鮮核実験、イラン立ち会いか、中国の銀行開始資金になります。それでは本日の注目記事を見ていきましょう。最初に紹介する記事はこちらです。水軍戦部隊恋の物語、神須賀映画第2弾撮影開始。那珂市の神須賀初の映画制作を進める KFC 神須賀フィルムコミッションの第2弾映画、滋賀の心が今月クランクインしました。今回の作品は冬の醍醐町と JR 水軍戦を舞台に大人の恋を描き出す物語。月内に撮影を終え、4月末にも同町を皮切りに各地で上映をスタートさせる予定です。滋賀の心は故郷の同町を離れて同市の建設会社に勤め始めた主人公幸恵と、家業のリンゴ園を継ぐために同町に戻って暮らす恋人の高明の織りなす恋の物語。週末にはお互いの家を行き来するほど仲のいい2人は、冬の久慈川を流れる氷、滋賀を一緒に見ようと約束するが、次第にすれ違いも生まれ、その恋愛の行く末を描いています。同町外大野の高藪りんご園などを撮影の舞台として選んだ大内監督は、茨城にこういうところがあったんだと全く知らない場所も映像に出てくるので、ぜひそういうところも楽しんでほしいと見どころを話しています。それでは続いて紹介するのは、私、山口ゆかの注目記事になります。私の注目記事はこちらです。なめ方の広告アイディア続々、里ガール題材専門高生10人発表。なめ方市が浸透を目指す里ガールを題材に、デザイン専門学校の学生が観光パンフレットやポスターなど広告を制作した作品の発表会が14日、水戸市泉町1丁目の文化デザイナー学院で開かれました。作品は、なめ方市から同学院へ里ガールを題材にした PR パンフレットのデザインを依頼。同学院は授業の一環で同市を訪れて取材し、作品の制作に取り組みました。広告プロモーションデザイン学科2年の選抜学生10人が
自由にデザインしたパンフやポスター、エコバッグ、T シャツを制作しました。発表会では作品について趣旨やイメージを説明、終了後に審査が行われました。同市農林水産課の浜野修課長は、すべての作品が行方市のイメージに合った、今後のパンフに生かしたいと好評。同学院の校長は、パンフは自由に考えてもらった、やはり取り組みやすい観光が多かったと振り返りました。作品は17日まで同学院で展示されるそうです。私は里ガールという言葉をあまり聞いたことがなかったので、先ほど調べてみたんですけれども、里ガールとは里山で元気に暮らす女性たちを紹介する言葉で、行方市が商標を取得しているそうです。以上、茨城新聞朝刊ピックアップでした。続いてはインフォメーションのコーナーです。茨城県植物園では15日金曜日から17日日曜日までの3日間、早春の草花フェアを開催します。寒さが厳しく花の少なくなる季節でも優雅な花を咲かせるクリスマスローズの展示をはじめ、桜草、花かんざしなどの草花の苗やシンビジウム、デンドロビウムといった洋蘭、つる性植物の女王と呼ばれるクレマチスの苗などの展示即売会を行います。園内では福寿草や万作などの花が開花し、一足早い春の訪れを感じさせてくれます。茨城県植物園で早春のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。茨城県植物園へは常磐自動車道中インターから車でおよそ10分です。詳しくは茨城県植物園管理事務所までお問い合わせください。皆様のご来園をお待ちしています。2月16日土曜日午後1時より県民文化センターショーホールにて、公益財団法人茨城県国際交流協会主催の外国人による日本語スピーチコンテストが開催されます。このコンテストは県内で生活している外国人の皆さんに日頃考えていることや日本、茨城の印象、母国の話など県民との相互理解を深めるテーマについて日本語で発表していただき、異文化交流を促進しようとするものです。コンテストは今年で22回目を迎え、応募者の中から選考されたアジア、欧米、アフリカなど12カ国から15名の外国人の皆さんが発表を行います。またアトラクションとして日本の固定音楽や外国のダンスもお楽しみいただけます。入場は無料ですので、皆様ぜひご来場ください。お問い合わせは公益財団法人茨城県国際交流協会までお願いします。2月16日土曜日、県民文化センター大ホールでおまわりさんのコンサート第34回茨城県警察音楽隊定期演奏会を開催します。茨城県警察音楽隊は各地域の行事や学校、福祉施設での慰問演奏などを通し、交通安全や防犯についての啓発を行っている音楽隊です。この演奏会では皆さんも一度は聞いたことのある有名な楽曲やアニメの主題歌など老若男女問わず楽しめる楽曲を多数演奏します。当日は皇宮警察音楽隊、茨城キリスト教学園高等学校コーラス部なども出演し、ステージドリルやハンドベル演奏なども披露します。開演は午後2時から、入場は無料です。ただし満員の際は入場制限をする場合があります。お問い合わせは茨城県警察本部広報校長室か県警音楽隊までお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしています。茨城県立歴史館では3月20日水曜日まで特別展筑波山神と仏の御わす山を開催しています。古くより広く知られた信仰の山筑波山、日本古来の神々をはじめ仏教や山岳信仰も合わせて山全体が霊場となり、
数多くのお社やお堂が建てられました。江戸時代には中禅寺が徳川家の祈願所とされ、三代将軍家光が大伽藍を建設するなど、筑波山は重要な意味を持つようになります。ところが明治時代には仏教を排除しようとする廃仏毀釈の影響で、お寺や仏像などが破壊され、改めて筑波山神社となりました。今回の展示では、神様も仏様も祀られた霊峰筑波山の信仰の歴史を紹介します。詳しくはホームページをご覧になるか、茨城県立歴史館までお問い合わせください。また歴史館は偕楽園に隣接していますので、梅まつりとも合わせてお楽しみください。2月16日土曜日、17日日曜日の2日間、茨城県が誇る花の総合イベント茨城花フェスタ2013をつくば市のつくばカピオで開催します。今回で5回目の茨城花フェスタ、会場では花の巨大オブジェやおよそ300点の切り花、鉢花による展覧会など、色とりどりの花に囲まれながら体験教室やお買い物などをお楽しみいただけます。入場料は前売り券が450円、当日券が500円です。前売り券は全国のコンビニエンスストアやつくばカピオなどでお買い求めください。イベントの詳細や新着情報はホームページでもご覧いただけます。茨城花フェスタで検索してください。詳しくは県産地振興課内茨城花フェスタ実行委員会事務局までお問い合わせください。一足早い春爛漫の茨城花フェスタへ、皆様でぜひご来場ください。県庁4階のイバキラ TV スタジオから山口由佳がライブで配信してきました、イバキラモーニング。今日の山口豆知識は、歩行者用信号機が青信号の時の音についてです。歩行者用信号機が青信号の時、カッコとヒヨコの鳴き声がする時ありますよね。あれは実は東西に向かう時がカッコの鳴き声で、南北に向かう時はヒヨコの鳴き声ってちゃんと決まっているんですよ。以上、山口豆知識でした。この後はオンデマンド番組、そして12時20分からのライブ番組イバキラ TV ステーションをご覧ください。番組の最後は皆さんからの行ってきますメッセージでお別れです。それでは皆さん、また来週。3人のご関係はバンド面です。はい、これからじゃあどちらにスタジオできます。これから練習で、はい、本番が近いですか。はい今週末あたり、来月の頭です。スタジオ行ってきます。歌いに行ってきます。と高校からの友達です。今日はどちらに行ってきますか。買い物です。買い物に行ってきます。皆さんのご関係は。サークル仲間です。今日はどちらにですか。カラオケの方に行ってきます。カラオケ行ってきます。はい、子供の歯医者の方に、はい、朝から10時から行かせていただきます。はい、怖い？ゆうくん普通。普通？怖くない？はい、頑張れるそうです。でも普段は泣いちゃうので、うん、はい、どうでしょうね、頑張れるかどうかはちょっとわからないです。歯医者さん頑張ってきます。はい、頑張ってきます。